現在開示産業において省エネ性能はコスト面だけでなく環境面においても重要なテーマとなっています。国連の専門機関である IMO 国際開示機関において2018年に今世紀中なるべく早期に国際海運から GHG ゼロ排出を目指すという GHG 削減の長期目標が戦略採択されました。さらに2030年までに効率 40% 改善という目標が提示されました。こうした目標に向かって高い省エネ性能を達成した製品が求められています。カモメプロペラでは K7 と共同で高い省エネ性能を実現した次世代製品として全く新しい発想で設計された家事システムゲートラダーを開発しました。従来の家事はプロペラの後方に取り付けられていたので船が前に進む際の推進力の抵抗になっていました。そこでゲートラダーは単体で揚力により推進力を生み出すダクトプロペラのダクト効果に着眼しました。ゲートラダーは舵の形状としてダクトプロペラの非対称形状を採用し舵で推進力を生み出す新しい発想で設計されました。それではゲートラダーの3つの特徴をご紹介しましょう。高い省エネ性能。2017年に竣工したゲートラダーを搭載した船舶重信とその前年に建造されたゲートラダーを搭載していない同型船さくらの海上試運転及び就航後のデータを比較しました。ゲートラダーを搭載した重信は海上試運転において 14% と非常に高い省エネ性能を示しました。また実航海における1年間の就航データを比較しても 14% を上回る非常に高い省エネ性能が確認されました。この省エネ性能はゲートラダー最大の特徴です。優れた保身性能、旋回性能。ゲートラダーでは2枚の非対称舵の生み出す効果により微小打角でもリニアに回答する非常に高い保身性能を実現しています。また旋回性能においても IMO 基準を大きくクリアしています。特に港湾内の速度を想定した旋回試験では非常に高い旋回性能を確認しています。静音性能。ゲートラダーは次世代の船に要求される静かな船内環境にも貢献します。プロペラの両サイドにダバンが配置されるゲートラダーはプロペラの後方に配置される従来舵と比較して3デシベルの船内騒音低減を確認しました。このように高い省エネ性能、優れた保身性能、旋回性能、静音性能はゲートラダー搭載船の大きなアドバンテージです。続いてゲートラダーのダバンの動きをご紹介します。通常航走中のナビゲーションモード。航天時の燃費性能を高めるラフシーモード。舵を切った状態のステアリングモード。港湾内での旋回性能を向上させるサークルモード。最後にクラビングモード。これはゲートラダーならではの横移動を実現したモードです。システム。ゲートラダーシステムはゲートラダーが最大限の性能を発揮するよう舵、プロペラ、オートパイロット、操舵機、軸系装置のすべてが船体に対して最適設計され統合推進システムとして一体で提供されるものです。プロペラは主機や船体、舵の最高のマッチングを実現するために最適なプロペラを設計し提供いたします。固定ピッチプロペラ、可変ピッチプロペラ両方に対応しています。オートパイロットは東京軽機がゲートラダー専用に設計した製品を提供いたします。船内の機関部に配置される操舵機、軸系装置もゲートラダーに適したものをご提案いたします。このようにゲートラダーシステムは舵単体ではなくプロペラをはじめとした各種装置を
一体でデザインする統合推進システムです。カモメプロペラでは現在いくつもゲートラダーの新プロジェクトをスタートさせています。内航の大型コンテナ船499貨物船、509貨物船など今後さまざまなゲートラダーを搭載した船が就航する予定です。カモメプロペラはゲートラダーシステムの開発・提供を通じて海事産業の GHG 削減に貢献してまいります。